또 보고 싶다. 갑자기 하루카 그 저건 왜? 키리우 카즈마노 가족です. 아이돌 그때지 5. 이건 3 때. 오지상. 531? 맞네. 이에와. 오마 이에가 나이노카? 고지인 담아테 데테키타. 오마 고지인이 있다노카? 자 오마 이사소! 아노 가키다! 捕まえろ! 絶対に 逃がすな! 寄せ! 선거니 대다스! 이거 뭔가 로건 같다. 기류사. 지금 생각해 보니까. 뭐 대쇼부です. 여기가 안전ですから. 카스가. 病と手打ちをして、いろいろ話しました。あいつらは何も知らずにいたんです。ハワイの裏社会がアカネさんを追ってたから、彼女を探してたってだけで、他に新しい情報はありません。今もまだアカネさんとラニがどこにいるかは。そうか。あとは 俺らに 任せてください。 桐生さんの体はもうこれ以上の負担に耐えられません。 みっともねえとこ見せちまった。だが全部承知の上だ。もう大丈夫だ。 형님 저희가 안 괜찮습니다. まだそんなこと。 どう見たって大丈夫なんかじゃないでしょう、桐生さん。私は昔看護師をやっていました。そのことを踏まえて聞いてほしいんですが、先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。ラニやアカネさんを救うことですか？あなたには無理です。何？日本に帰国して 回復に努めてください。さもなくば春日さんたちの足手まといになります。私の任務はアカネさんを一刻も早く保護することです。客観的に今のあなたがここに残れば任務に差し支えます。春日さんたちにいらぬ負担をかけ、アカネさんの捜索を遅らせかねない。結果的に ラニという少女を危険にさらすことになる。それは本意ではないでしょう。ラニと沢村遥を重ねてあなたにと。桐生さんにとって娘同然の存在です。100億の少女と呼ばれ、 大人たちの欲望に翻弄され続けた桐生さんが守っていなかったら、きっと誰の目にも触れず闇に葬られていたでしょう。ラニの境遇は私の目から見てもかつての沢村遥と重なるところがあまりに多い。桐生さんが強くこだわるのは理解しているつもりです。しかし今のあなたのコンディションでは 人を救うことなどとてもできない。そんなのは元看護師でなくたって見ればわかる。もうその辺で。桐生さん、しばらく休養してください。難波も帰国に着きそうと言ってくれてます。 ね?
무슨 말이에요? 아카네 산의 것도 라니의 것도 반드시 난토가 남바가 왜 빠져? 오래だけじゃ ありません. 아다치 산도 지이짱도 토미도 에이짱도 います. だから ここは 俺たちに 맡아서 くれませんか? 기류산. 情けねえな. てめえより 若い 連中に ここまで 言わせちまったか. 俺は 任せるか. 俺はどっか 人に頼るのを 怖がってたのかもしれない. 怖がる? 桐生さんがですか? 自分でも今初めて気づいた。 長生きはするもんだな。 そうですよ。 わかった。 すまないが、 茜さんとラニのこと 頼むぞ。 春日、 みんな。 はい。 1番。 역시 남바가 든든해요. 오. 스마. 아, 형님. 아, 옛날 일본 영화들 보면 크로즈 제로 같은 것만 봐도 기압을 어떻게 이겨내던데. 안 되나? 아, 어떻게 안 되나 진짜. 안 돼. 남바 보내지 마. 뭐 하는 짓인데. 너 아직 여기 있었냐? 오. 하하하. 오. 하하하. 잡시다. 잠시만요. 知らせてくれ。もちろんです。いの一番にお知らせしますよ。 형님 여긴 저희한테 맡기십시오. お体大事にしてください。 이게 꼭 그거 같아. 주인공 세대 교체를 다시 한번 제대로 보여주는. 야, 맞다나 1번. 전 주인공이 아, 현 주인공에게. 야, 좀 맞다. 1ついいか. 앞으로를 맡기는 느낌? 어. 오마이. 하와이 기다도단 지이짱난가 捕まえやがって. 사짱의 것도 뭐 이노가? 코네야라. 손난じゃねえって. 지이짱 下手すりゃ二回りも年下だぞ。 それがいいってこともあんだろうがよ。 俺は全然ありだぞ。 ちーちゃん。 ったく。 せっかくハワイ来てくれたのに こんなバカ話する暇もなかったね。 悪いと思ってるよ。 まあいいって。 じゃ、頼んだぜ。 ナンバ。 おう。 それじゃな。 아니 근데 ナンバ 입장에선 진짜 하와이 관광 하나도 못했네. 아니 그리고 이러면 난바 유대 레벨은 언제 올려? 진짜.
堂島の竜に後を託されちゃった。責任重大だね一番ね。けどやってみせるさ。이렇게끝나나혹시아니구나それで何か茜さんたちを探す当てはあるのか。また動画上げてコメント待つってんじゃねえだろうな。あれも悪い手じゃなかったろ。今この瞬間にだって茜さんからメッセージが来るかもしれねえんだ。茜さんが所長をやってた養護施設があってよ、そこはパレカナが運営してんだ。じゃあそこに行けばパレカナの人間と接触できるわけか。もう行ったことあるけどね。その時はまだブライスの正体を知らなかったけど、手がかりはなかったよね。それにあそこの人たちがギャングなんかと関わってるようには思えない。とはいえ今んとこ心当たりがあるのはあそこだけだからな。また行って確かめるほかね。わかったよ。現場百遍は捜査の基本だ。난밖까지데려가지말지보육원으로향한다바로갑시다하지못못하라즈레뭐민기적거릴이유가없으니까빠르게빠르게갑시다근데남바무기안사주길잘했다남바도육성무기사줬으면욕나왔을듯파레카나의용어시대였더라아ただ어묘히静かだな。前来た時は子供たちが遊んでた。あ、ほら、あそこに。あれ、見覚えある子だったんだけど。忘れられちゃった。いや、というより俺らを見て怖がってたように見えたぜ。ここの子たちはもともと誰にでも人懐っこかったろ。うん、やっぱりなんか変だよ。ブライスが술을쓴거아닐까。根も葉もねえことを吹き込んだやつがいるのかもしれねえな。パレカナ사람들한테正解だったかもしれねえぞ。カズが変化があるってのはいい兆候だ。かもな。行こうぜ。여기서도전투가이어질려나오버야 And so the enraged Nele in all her wisdom cast greedy into the purging fires. プライス島に戻るって言ってなかったか。まだこんなとこにいたのかよ。ようこそ、春日さん。またお会いできて嬉しいです。この間見かけなかった奴らだ。あえて嬉しいっつった割に、ボディーガードを前に立たせるんだな。彼らは白の戦士です。私に危害を加える心を。敏感に察知してしまうのです。헛소리하지마。デイナとカロンはどうした？지시했겠지。형그러니까아무런목소리로그러지마요。何かご用があれば。나쁜짓하지마。私が伺いましょう。火がすべてを浄化するまで。本当の話はやっぱり本当なのか。あんたその子たちに何をするつもりだ？They're scaring me, Father Bryce. Fear not, my child.
nor ever can withstand the Hawk Warrior's spirits. What we should do now is pray. Let us beseech Madame Nele to envelop them swiftly and painlessly. 한 레벨 4,50짜리 데리고 오지 않는 이상은 힘들 텐데. 俺たち哀れみを受けてるみてえだぜ。 茜さんはラニを連れてここから逃げ出したい。 それをあんたは追ってる。 澄ました面して。 それはそれは必死にだ。 옹졸한데? 目立たないようにしてるくせに。 手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。 パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか。清められるべきは清められます。何が清められるべきか人々を導き教えを諭すのは すべてこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。 傲慢な悪魔よ、炎に清められんことを。 ブライス! Heretics be gone! 걔 죄도 정화가 돼야 될 텐데 너무 더러워서 힘들 것 같아. 브라이스 거는 아 얘 이래서 마음에 안 들어. 지가 성공 잡는 거. 공격력 상승 너무 좋은데? 너네 둘만 남자. 불은 안 통해. 가부 정화 좀 하자. 이게 진짜 정화지. 과연 그 신이 너 죽는 것도 보호해 준다냐? 빠샤! 착! 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 응, 넌 기절이야. 오케이. 俺もまた成長しちゃった。 브라이스니아, 뭐 追いつけねえか? 난다 これは? 아, 데이나, 카론! 카스가산! 쟤네가 우리말을 믿겠어요? 나るほど. 브라이스의 지지에 使いに 出されていた. 네, 臨時で フードバンク用の食品をいただけることになったから 受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。ブライス様から直接そういうお話があるのは滅多にないことなので、私たちも珍しいなとは思ったのですが。で、帰ってきてみたらこのありさまか。ええ。
春日さん、あなた方の言うパレカナの実態というのが、私당연히못믿죠。그걸어떻게믿어。根拠にそんな。やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです、ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを支配していて、アカネさんの命を狙ってるだなんて。カロンさん、デイナさん、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな、しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いません。けどさっきの光景はお二人自身が自分の目で見たことです。頑丈とバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が博と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば博になれると、そういう子供たちを導いてきたのです。정의병사가되는거네。와、何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子をホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それはネレ島に行ったら一生そこで過ごすのがパレカナのようでしたよね。あ、じゃあ、ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて、でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが、顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でも声を変えることは手術でも難しいと聞きます。その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっと話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか。ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて頑丈やバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、その子ってのはどういう格好をしてましたか。警察官の制服でした。あ、なんだと。ブライスが手先を送り込んでるのはギャングだけじゃない。警官、それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて、何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体はブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。되게아다리가딱딱맞아떨어진다。그래서아이들그부모가없는아이들을보육원에서기르는거고。私は私たちやここの子供たちはこれからどうしたらいいんでしょう。그래서보육원도제5지구쪽에있는거고。あなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だか。그게정상이에요형님。私は話を聞いてもなお
パレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら、私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられない者もいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。저희가뭐어떻게하시라고하는건아니고願わくば、さっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか。待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか。選ばれた京都や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですからしばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前にきっと俺らが茜さんたちを見つけます。この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼女らに話を聞いてみませんか。どんどん使命が重たくなっていくな。さすが堂島の竜に任せた。엄마찾기가어떻게이렇게점점꼬이냐。でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。자이걸로7장이끝났습니다。아소용돌이같네요무슨。다음장으로갑시다。